ありがとう来てくれて。あ、待って、イヤホンつけてなかった。イヤホンつけますね。ちょっと待ってね。ちょっと無音だしやばい。まだ全然準備できてないや。よいしょ。やっほー、すぐるちゃん、すぐるくん、としくん、ひろきくん、とらてつちゃん、みちひろくん、れいくん、みんみんちゃん、しじみーちゃん、来てくれてありがとう、こんばんは。てかさ、なんかさ、今さ、なんか、携帯がバグっててさ、やばいんだけど、なんか容量がいっぱいです、みたいな。ストレージがいっぱいです、みたいな。写真も撮れないし、やばいんだけど、ほんとに。それでなんかさっき、あの携帯がもうバグりすぎて全然使い物にならなかったんだけど、まあ、でも配信はできた。コシアンパンちゃん、ブルマリちゃん、天才的に可愛いよ、嬉しい。コバジュン、こんばんは。ブルマリちゃん、たい焼きありがとう。ナオキくん、こんばんは。ユウちゃん、こんばんは。リリーちゃん、こんばんは。ストレージいっぱいだとバグるって、そうなの。ストレージがいっぱいすぎてちょっとやばい、本当に。写真とか、てかこれ消さなきゃ。これ消して、そう、ストレージがね、いっぱいすぎてやばいんだよね。写真とか、私、みんなさ、何枚ぐらいあるの写真。私さ、2万枚ぐらい、2万2000枚ぐらいの写真と動画があるわけ。みんなどれぐらいあんの？みんなどれぐらい、ちょっと教えてくんない？教えて。みんながなんか相場ね、相場どれぐらいなのか知りたいし、ちょっと平均出そうよ。みんながどれぐらいなのか。私さ、普通に困るしね、ほんと携帯バグっててやばい、ほんとに。ただでさえさ、ドコモでさ、地下に弱くてさ、てかなんかレッスン場がね、なんかちょっと電波が悪いので、だからいつも Wi-Fi つなげたらまあ大丈夫なんだけど、Wi-Fi 繋がなかったらもうやばいのね、本当に。ね、みんなに教えてもらったアルコール除菌したらめっちゃホワイトボード綺麗になったわ。超綺麗、超綺麗になった。いすずちゃん、こんばんは。リリーちゃん、かっこかわいい。あみちゃん、こんばんは、嬉しい。トラテツちゃん、天才あみちゃん、夜もかわいいですよ、嬉しい。それはデータが溜まりすぎだってことって。データが溜まりすぎ、どうしたらいいの、何を消したらいいの。使い物にならなくてごめん。何の話や、こんばんは。炭酸くん、なんかストレージがいっぱいですみたいな。で、写真とかも撮れないの。かわいい声出た。ピアー、にゃんばくちゃん、リアイちゃん、イヤホンミミーちゃん、ラットジャムというものに来てみました。あら、名古屋、ブルマリちゃん、マタドン、こんばんは。PC にデータ移さないとって、あ、パソコンに移すってこと？リリーちゃん、たい焼きありがとう。セヨーちゃん、テンサーミちゃん、さっきまで配信してたものです。言ってよ、イヤホンミミーちゃん。写真消すのもバグるよって。写真消す、そう、消すのもバグるよね。テシュマ、こんばんは。4万、待って、レイくん4万枚あんの？ 2 倍じゃん、私の倍じゃん。私2万枚だよ。セイオーちゃん、キラキラ光る。セイオーちゃん、星ありがとう。キラキラ光る、またどん星よ、ありがとう。そう、待って、笑。かんきちくん、遊びに来たよ、ありがとう。リアイちゃん、ハートありがとう。ブルマリちゃん、バラありがとう。ジャッキーちゃん、こんばんは。シジミーちゃん、ハートありがとう。常にバックアップしてるから500枚くらい。何？バックアップって何？どうすればいいの？この私の2万枚の写真。写真と動画。写真は整理して19,985枚。ベビーちゃん、すごい。写真とかさ、もう整理しようがないんだけど、もうなんか見れないもん。なんかでも、いらない写真とかはいっぱいあるんだろうけど、もう大量すぎて。ちっちちゃん、こんばんは。しじみーちゃん、ハートありがとう。
俺もストレージマックスで近い、アップデートできんってコバジュン。ねえ、わかる？本当に。やばいよね。容量買えばいいのかな？えちゃんかわいい、ありがとう。かわいい。えちゃん、かわいすぎだよ。ありがとう。で、なんか TikTok でめっちゃ調べて、なんか TikTok は開けたのね、なんか。なんか LINE が開けなくて、LINE がね、なんか通知は来るんだけど、開いても見れなくて、だから、なんか通知は来てんだけど、見れないんだけど、そう。で、なんか、TikTok を開けて、さっきなんか、ストレージいっぱい対処法みたいな調べたの、TikTok で。そしたらなんかいろんな方法が出てきて、いっぱい試してみてるんだけどさ。しじみーちゃん、ハートありがとう。iPhone のストレージの容量は、多分512だと思う。えちゃん、キラキラ光る。えちゃんの星よ、ありがとう。しじみーちゃん、花束ありがとう。ジャッキーちゃん、ピンクたい焼き10個ありがとう。ピーちゃん、こんばんは。高本亜美さんも超綺麗、嬉しい。ニックボちゃん、ペンライトありがとう。2回も配信見れて幸せ、嬉しい。レイ君、おかえり、家着いた？天才アミちゃん、ヤマタン、こんばんは。かわいい、好き、リアイちゃん、嬉しい。俺もラットジャムいましたって、レイ君。お疲れ様だよ。写真を PC に写す。写真をパソコン？え、このさ、私、このパソコンなんだけど、いける？ いける？私、この、なんか大学のやつなんだけど、NEC。Mac ではありません。Windows です。なんか Windows じゃないとダメって大学の先生に言われたからさ。だから Windows 買ったんだよ。これ、でもなんかこれ、本当にマジでこのパソコン全然使ってない。PC 経由で外付け DHDD にデータ移したわって。何それ、 HDD？ファンルームで時間お知らせしたでござる。あ、そうだったのね。イヤホンミミィちゃん。アミちゃんの変顔スクショしすぎた。やめてよ。 うなぎまんちゃん、こんばんは。クラウドに移す。ストレージって意味わかってるって。ストレージって何？全然わかってない。えちゃん、ラーメンつけ麺。えちゃん、イケメン、ありがとう。牧野くん、やっほー。俺はプライム会員なので、アマゾンフォトに移してる。え、私もプライム会員なんだけど、アマゾンフォトさ、なんか、アマゾンフォトのアプリ入れて、移すみたいなのやったんだけど、全然移されなくて、なんかめっちゃゆっくりだし、全然移されなくて、半分も移されてないと思う、多分。4TB あるから余裕よって。4TB？ テラ、あ、4テラバイトみたいなやつ？すご、最強じゃん。姫路のケンさん、こんばんは。容量買うのお高いって。え、お高い。え、てか私、携帯代自分で払ってないんだけどさ、携帯代を、ママとパパが払ってくれてるんですけど、携帯代で合算できる？ のぞみちゃん、こんばんは。かわいい、ありがとう。スマホのポッケがいっぱいになってクッキーも入らない状態ないよって。何それ、何それ、待って待って、なんか名前かわいいのにさ、ほんとやめてよって感じ。写真13万枚近く。13万？やばいねそれね。 iCloud を 2TB にしましょう。いや、もう全然わかんないんだけど、助けて、本当に。なんか別に、写真は、なんかまあ、ぶっちゃけ別に消えても大丈夫なんだよ。別に、そんなさ、そんな別にいいんだけど。ね。そう、でもなんか、いや、でもね、まあ、一応思い出だからね。まあ、残しとけたら嬉しいな、みたいな感じ。アミちゃん、こんばんは。ひろのりちゃん、こんばんは。ハートありがとう。なお、こんばんは。ラムネちゃん、こんばんは。コウタロウちゃん、こんばんは。アマビエちゃん、こんばんは。だるま、ありがとう、アマビエちゃん。ありがとうね、本当に。ありがとう。え、待って、藤崎ゆうなさん、2回目ありがとうございます。嬉しい、来てくれて。かわいいです、本当に。
調べるの TikTok とかアミちゃんの頭バグってるやろうって。嘘、本当、私結構なんか何でも調べるの TikTok に聞くんだけど、 TikTok はなんかいろんな人が載せてるかなと思って結構調べるよ TikTok で。 Google フォトに写したらって、 Google フォトに写したらその何、なんかその実際にこうやってパシャって写真撮るじゃん。そしたらなんかアルバムみたいなところに入るじゃん。それを消しても Google フォトには残ってるよってこと？ってこと？家着いたよって、レイ君おかえり、 16ProMax1TB 買うしかって。もうね、そんなね、でもね、ちょっと iPhone はちょっと高いから、もう買えません。買えない、買えない。だから、別に、最新じゃなくていいんよ。カズくんこんばんは。ポンちゃんちら、ありがとう、ポンちゃん。ロックマン、天才めちゃありがとう。データ保存の外付け HDD を持っておけばええよって。何それ？ HDD って何？あれ？なんだっけ、 USB みたいなやつ DD って。 全部星が、星がリリーちゃん、ハードディスク、ハードディスク、ありがとう教えてくれて。静止画、静止画、全部、いや違う、動画もあるし、動画も写真も含めて2万2000枚ぐらいある。2万2000個ぐらいある。うなぎまんちゃん、キラキラ光るうなぎまんちゃん、星ありがとう。しじみーちゃんかぶった。 ポンちゃんいっぱいハートありがとう。ポンちゃん、なでなでしてもらっても、してもらわなくても心にしみる、しみいる宇宙一かわいあみ、やっほー、ロックマンやっほー。iPhone は後から容量を上げることできないよって。そうなの？そうなの？そうなんだ。しれっとスマホの支払いにまとめようとするな。 バレた？バレたか。なんかさ、私さ、なんか、D 払いとかあんじゃん。で、D ポイントカードと D 払いをなんか、アプリ入れてるしやってんだけど、なんかコンビニとかで、ピッて買えるんだよ、D ポイントカードで。で、なんか、で、D 払いにすると携帯代で支払われるわけ。で、それでなんか、お母さんになんか、内緒でね、内緒でめっちゃコンビニとかもなんか結構 D 払いでできるところは D 払いで払ってたわけ。そしたらちょっとお母さんとお父さん、まあお父さんなんだけど、お父さんが払ってくれてるから、勝手にね、ちょっとね、 D 払いでいろいろお買い物してたら、めっちゃ携帯代高かったんだけどみたいな言われて、何に使ったんみたいな言われて、すいませんって。 D、なんか D 払いでいろいろ支払ってしまいましたって。 謝った。 携帯代で合算できるよって。あ、本当に？待って、それなら全然容量増やしたいんだけど。動画が原因じゃない、容量食うからって。動画か。いやでもね、なんか動画一個一個ね、もうね、思い出にね、残ってる動画だからさ、消せないよね、もうね。推しが卒業したら消す？しじみーちゃん。もうダメだちゃん。たい焼き、ピンクたい焼きありがとう。その写真と動画があるからってことだよって。なるほどね。もうダメだちゃん、こんばんは。まさかスマホの中に無限に入るとか思ってるって。いや、思ってはないけど、なんか容量を、なんか課金とかして増やせば入るのかなって思ってた。そういうことねって、そう、しじみーちゃん。写真とかをパソコンに写せばいいんだろうけど、iPhone にも残しておきたいんだよね、わかるって。だよね、コバジュン。そうなのよ。なんかパソコンに写すのはさ、なんか、パソコンで写真とかって絶対見ないし、なんか、なんだろう。パソコンに写すのって、もはや消すのと一緒だと思うんだよね、私。竹本ちゃん、こんばんは。Android なら SD カードを変えるとか、容量が多いカードにするって。なるほどね。いや、iPhone だよ、私。
外付けのハードディスクハードル高いから USB メモリーおすすめって。本当？待って、ってかみんな、みんなさ、そういうさ対策してんの？やっぱり動画を YouTube にアップして保存すればって でも確かになんか動画はなんかストーリーとかインスタのストーリーとかに載せてアーカイブに残すのはありだなって思う。ちょっとじゃあ今からもう豆粒みたいにストーリーいっぱい載せまくろっかな。クラウドは容量上げられるけど本体容量上げるのは無理よって。あ、そうなんだ。ストレージ Google で検索なって。よかった。もうさ、なんか検索してもさ、文字いっぱいで全然わかんないんだもん。あみちゃん、ありがとう。かわいい。リアイちゃん。1日目突破したので明日に備えて寝るって。ポンちゃん頑張ってね。年末セールでパソコン工房に行ったら 4TB の外付け HDD 8000円ぐらいで売ってたからって。8000円もすんの？まあ、でもするか。きらぼしお届けしました。ありがとう、竹本ちゃん。iCloud のデータ買うとパパ払いになるよって。 お父さん、お父さんに謝って、一回ね、一旦ちょっとなんか父の日のプレゼントでもしようかな。明日だよ。待って、明日じゃん。明日だよね。やばいやばい、何にも用意してないし、会う予定もない。話の内容からすると、やっぱりアミちゃんやばすぎるって だって、やめてよ、ちょっと、やばいやつ認定しないで。SK コーヒーちゃん、たい焼きありがとう。お主もなかなかの策士じゃのう。キャリア決済は楽だよねって。いや、本当に。さすが次女、ずる賢い。次女です。次女の B 型です。B 型女です。B 型の ISFP です。根っからの超超超マイペースだよ。だから、あおんちゃんこんばんは。お疲れ様。ありがとう、あおんちゃん。 PC は Mac？ いや、 Mac じゃないんだよこれ。これです。 Windows。 これ何なんだろう。なんかめっちゃ前に買ったからさ、結構5年4、5年前ぐらいに買ったんだよね。NEC って書いてある。あおんちゃん、お疲れ様、ありがとう。全くあみちゃんと一緒、写したらもう見返すことなくなるもんねって。だよね、コバジュン。コバジュンはどうしてんの？写真とか動画とかどうしてんの？ iPhone の共有アルバムに移せば動画もほぼ無限くらいに入るよって。そうなの。だから一応共有アルバムにしてみて、一旦高校生までってやって消したの全部で。まあ別に高校生までの写真はまあ消えてもいいかなって思って。 PC とかスマホ壊れたらどうするの？みんな対策してるでって。嘘、本当に？ファミマからホテルの部屋に帰ってきました。声可愛くて癒されます。嬉しい、ブルマリちゃん。わしは東京来るの激レアだからストレージカスカス。あ、スカスカ。スカスカ。そうなんだ。どういうこと？ え、待って、嬉しい。神崎ゆいりさん来てくれてありがとうございます。嬉しい。よく大学卒業できたなって。 ほぼ首席です。かっこ嘘。 ブルマリちゃん、ハートありがとう。タケックルちゃんこんばんは。かがりちゃん来てくれてありがとう。やすいわちゃんこんばんは。ブルマリちゃん、流れ星ありがとう。ポコちゃんこんばんは。アミちゃん、専属バックアップ代行業で稼がせてくださいって。本当？全然いいよ。全然いいよ。てか、なんなら、か、なに、なに、選別もしてほしいわ、ほんと。これはいらない、これはいる、とか。YouTube なら限定公開にすれば URL 知ってる人しか見れないから、誰にも教えなければ自分だけ見れるよって。あ、そうなんだ。あ、でも確かに TikTok とかもね、あるもんね、限定公開みたいなね。松猫こんばんは。父の日。いや、そっちじゃない、かがりちゃん。
漢字が違います。 PC に移すの嫌だって解決しない。スマホの中に残しておくことは無理なので消すしかない。やだ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 、消せない消せない。ごめんね、アミちゃん可愛くて。チュー、可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん、チュー、尊くてごめん、気になっちゃうよね、ごめん。どれ、僕の HDD に移してあげるから、アミちゃんの iPhone 貸してごらん、ニヤニヤって。 全然私 iPhone ね、なんか別に見られて困るもんないから、別に全然誰に見られても大丈夫なんだけど、本当に。でもなんか、そう、なんだろう、自分の結構さ、自撮りとか前までね、まあ別に今もするけど、自撮りとか、なんか結構自分の写真がいっぱいあるから、なんかそれが恥ずかしい、なんか自分大好きマンやんみたいな感じの、もうバーって自分みたいな感じだから、その写真ホルダーは恥ずかしいけど、まあ別にそれくらいかな、恥ずかしいって言ったら。高本亜美さん、末っ子 B 型 ISFP ですか？同じっす。え、嘘、ブルマリちゃん一緒？イエーイ、一緒。俺も消せなくてストレージギリギリで耐えてるって。あ、本当に？一生コバージュン。ヒラリーヌちゃんこんばんは。カミちゃんこんばんは。カンキチ君タコありがとう。自分の D カードも毎月支払いが多いのはアミちゃんに乗っ取られてるかも。でもちゃんと私ポイントも貯めてるもん。ヒラリーヌちゃんピンクたい焼きありがとう。やべえ大学やな。PC に写真を写して PC で Amazon フォトに保存できるよ。スマホからも見れるし、おすすめって。あ、そうなんだ。あ、そうなんだね。え、待って。え、ちょっとさ、ちょっとさ、やってほしいわ、ほんと。教えてほしい、ほんとに。ね、てかなんかそういう、こういうね、iCloud のストレージがいっぱいになったらどうしたらいいかみたいな、の方がなんか、その日常生活においてさ、必要じゃない？そういうことを学校で教えてくれればいいのにね。 ね、そう思わない？そう思わない？そう思わないか？ね、てか BGM 流すの忘れてた。キョロちゃん流すね、キョロちゃん。いつものキョロちゃん。チャチャチャン、チャルルルチャンチャンチャンチャルルルチャンチャンチャルルルチャン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 
キイ、ヨシ君こんばんは。え、ほぼ史跡ですかって、史跡史跡ね、取らないとね。父の日、日付変わった、本当だ、12時過ぎた。歌かわいい、でもしっかり歌うとかっこよくも歌えて、天才アミちゃんとは嬉しい、めっちゃ褒めてくれる。ブルマリちゃんねえ、キラ星、色星ありがとう。今アミちゃんのスマホは餃子100人前食べてお腹いっぱいなのよ、もう食えないから出さないとって。なるほどね、自撮り、あ、自撮りかって、そう、自分大好きマンのスマホの中身興味あります、こんばんはむっちゃんむっちゃん、いや本当に本当に、なんか例えばね、例えば私がなんか事件に巻き込まれたとするじゃん、事件に巻き込まれて、でなんか携帯を私がポンみたいな、そこら辺にポンって置かれて、私がじゃあいなくなりました、行方不明になりました、で携帯をさ警察に見られるわけじゃん、中身とかしたら、多分写真が多分自分だらけでなんかめっちゃやばいと思う、本当に。自分の写真なんて証明写真用しかないなって、本当お腹空いたなって。神ちゃん食べな、夜食、夜食。ある意味アミちゃんの携帯と同じ、自分じゃなくてアミちゃんの写真でいっぱいって嬉しい、ベビちゃん
餃子の写真ばっかりだったら笑うってそれはおもろいな。アミシヤッホー、カズッセンヤッホー、ツーちゃんこんばんは。ストレージを理解してないとその話は無意味って。いやでもさ、いやわかんないもんだって。全然私読んでも読んでもわかんないもん。写すの嫌なら課金して iCloud の容量上げるしかないなって。え、もういいよ、もう全然課金でいいんだけど、そう、上げたいな容量。さっきのストーリーの可愛い写真は何の時のですかって。ね、なんか PR でね、着物着たやつ。アミちゃん今日もお疲れ様です。クマのジューダちゃんこんばんは。カズッセン、たい焼きありがとう。アミちゃんの失敗して半目の自撮りとか見たいですとかいっぱいあるよ。指紋認証とかしてるでしょ、他人は開けないよって。指紋認証してない、全然してない。誰でも開ける、私の携帯。かんきちくんペンライトありがとう。ロックしてれば見られない気があって。え、むしろロックしてない、別になんか見られて困るもんないからいいかなって。アミちゃんの携帯の画像見たいって。本当、全然見せれるよ。じゃあ今度 iPhone 貸してくださいって全然大丈夫なんだけど、それは全然いいんですけど、何を見られようが別に大丈夫なの、携帯。むしだから、あんなに、携帯とか別にいいんだけど、全然見られても。でも、容量がいっぱいすぎてどうすればいいのっていう。はるりさの歌です。あ、そうなの？りさちゃん推し、かずっせん、嬉しい、来てくれたりとね。りさちゃんをよろしくお願いします。それは危機意識がなさすぎ。そうなの？マジで防犯ちゃんとしなって。嘘、むっちゃん、嘘、みんなつけてる？6桁のパスワード設定してないのって。してない、だからそのままパって開けちゃう私やばい、やばいかな、やばい。拾われたらキャリア決済でバンバン使われるよって。確かにやばい。私 D 払いもできちゃうし、モバイルスイカもできるし、何、ペイペイも使えちゃう。あとカードも使えちゃう。他人に悪さされ放題やぞって。やばいね、携帯落としたら終わりだわ。そのセリフ言いたい、だが未だに言えないって。かがりちゃん、なになに、やばいね。月の人さん来てくれてありがとう。スマホを落として借金山ほどされるよって。怖い。でもなんかスマホは、一回スマホなくしたことあったんだけど、ポンってね、落としてっちゃって。でも何、それでメンバーに携帯借りて、でそしたら知らない人が拾ってくれて、で電話かけたら出て、でそこで待っててくださいって言って取りに行ったことあるんだけど。そう、怖いよね本当に。野良猫の写真とか見られたらってでもわかる、なんか野良猫とかいたらさ、写真撮りたくなっちゃうよね。ただでさよく倒れちゃうんだからって。むちゃんむちゃーん。でも最近はね、そんな全然ないよ、そんなに。元気です。携帯ロックしておかないと他人に拾われた時、国際電話されたら払うの、あみちゃんって。やばいね、確かに。ちゃんと設定します。分かった、6桁何にしようかな、番号何がいいかな、6桁の番号。やっぱ誕生日とか、なんかでもあれか、なんか推しメンの誕生日とかにした方がいい。何がいいかな、お母さんのお誕生日とかにしようかな。じゃあ多分誰も分かんないから
ここにネギをしょったカモがいますよってカモネギさんじゃん。後ろ向きちゃんこんばんは。こんちゃんこんばんは。スマホを落として FC2 に出てしまうとかあるのよって。 FC2 って何？見られて困るもんないって胸張って言いたいって。いや本当に、でも私は本当に別に見られて困るものはないかな。本当に別に携帯とか全然見られて大丈夫そう、まあでも確かにね、そういう確かにペイペイとかそういうカード問題は確かに危ないね。PC 待ち受けにしてみたいから 16.9 のアスペクト比で萌え画像をおねしゃす。確かにいいね。待ち受けにしてくれんの？嬉しい。でも私結構何？横向きで TikTok とかもずっとさ、こう横で撮ってたからさその比率多分あると思う。それを聞いてたらダメやろ、誕生日はやめとけって言われるんやで。自分のはやめた方がいいよね、俺の誕生日使うっていいんですか？個人情報とかもバレるからロックはしないとって。分かった、ちょっと今日はロックするわ。てかさ、でもさ、てか私さ今 LINE 開けないんだよね。やばいんだけど、ほんと今日めっちゃバグっててやばいんだけど、なんかなんだっけ、何かを最適化みたいなやつが出てきて、なんとかなんとか最適化みたいなのが、ね、ちょっとあんま読めなかったんだけど、それが出てきて LINE が開けないの。通知は来るんだけど、それで LINE が開けなくてこちゃっぺちゃんこんばんは。ちゅうばちくんこんばんは、久しぶり。みゃーちゃん、てんさあみちゃん、ありがとう。待ち受け画面を赤ちゃんの画像にすると落としても戻る確率高いらしいって。なるほどね。それめっちゃいいね。確かに、あみちゃんの携帯拾ってあげたらお礼に何もらおう、ワクワク私何お礼したかな、その人に。でもなんか現金渡した気がする見られて大丈夫ってそういう問題ではなくて、便利な機能が悪さするんよって。怖いね、ほんと。なんか今もう便利な世の中だからこそね、いろいろね、逆にね、そういう悪いことも増えちゃうもんね。かんきちくんかわいい、ありがとう。かわいい、かんきちくんかわいすぎだよ、ありがとう。わしの正体はトップシークレットなので、あまりクレジットカード使わないって。あ、そうなのイヤホンミミーちゃん、被害額どうのこうより紛失した時の手続きが面倒ないよって。いや確かに、スイカ使われたら困るやんって。確かにね。だからスマホは首からずっと下げておくようにしてるんだ。アミちゃんが大丈夫でも電話帳とか見られたらって、まあ、確かに。そっか、電話帳わかんない。私ね、電話帳に登録してる人、お母さんとお父さんとおばあちゃんとおじいちゃんとお姉ちゃんぐらいしかいないあれ嫌ですよね、最適化。そう、最適化、ストレージの最適化、容量いっぱいなのかなって。あ、そうそうそう、それ、後ろ向きちゃん、コンビニ支払いで Apple Pay 使われたら大変って。確かに、拾ったらアミちゃん本人をもらいますやから今日 LINE 送っても未だに未読なんかいやでも本当に、だから誰にも返せてない今日。まあ別にそんな大したっていうか、 LINE をすることはあんまないんだけど、でもマネージャーさんに送んなきゃいけないんだよね。指紋ロックしてないと、横にお財布機能を利用して横に並んだだけで盗まれるやろうって。確かに、アミちゃんの個人情報だけ分かれば大丈夫よっくん、天才アミちゃん、ありがとう。しばらく都内に行かないとスイカアプリロックされちゃうからめんどくさい。あ、そうなんだ、そうなんだね。まあでもスイカはなんか毎日使うものだし、
そう、スイカ毎日使うし、モバイ、最近ね、モバイルスイカにしたの。最近モバイルスイカにした。私めっちゃスイカなくしちゃうからさ、スイカのカードだと、本当にすぐどっかいなくなっちゃうから、スイカ。だから、モバイルスイカにした。ピーくんこんばんは。竹本ちゃん。たい焼き10個ありがとう。バズライトオブザイヤーちゃん。こんばんは、みちゃん。ありがとう。来てくれて。賢いですねって。嬉しい。 モバイルスイカめっちゃ便利だね、あれね。だって携帯ピッてやるだけでいいんだもんね。スマホ首から下げてんのかわいいなって。え、そうだよ、私いつも首から下げてるよ、スマホ。お召し物が俺のおばあちゃんの家のテーブルクロスみたいで可愛いです。ね、それ褒めてる？ちょっと。これね、マジェスティックレゴンってとこのお店の洋服で、水色のです。これでもね、取り外しできんの。みんなが一生懸命説明してて、あみちゃん危機意識薄すぎて。 すいません、本当にすいません。なんか、いや本当になんか私、なんかそう、なんだろう、世の中になんか別に、なんだろう、詐欺とかに遭ったことないから、さ、なんか別に、なんとかなるだろうみたいな。なんかまさかね、そんなことはならないだろうって思ってたんだけど、でも、なんか実際あるんだなと思って。気をつけようって思いました。子供じゃんって、子供？ スマホの電源落ちたら終わりだねって。確かに、そう、でもだから充電器もちゃんと持ち歩かないといけないね。あ、でも、まあね、レンタルチャージスポットとかあるけどね、便利だよね、それもね。褒めてます、おばあちゃん大好きっ子なんでって。え、わかる？おばあちゃんかわいい。私のおばあちゃんもかわいいよ。私のおばあちゃんは、私のこと AKB だと思ってるし、なんかね、ずんだ餅が大好きなの。なんかずんだが大好きで、私のおばあちゃんが。なんか一番好きな食べ物ずんだなんだって。珍しいでしょ？で、それで、だから仙台行った時に、萩の月と、あとなんかずんだ餅のお菓子、みたいな。ずんだシェイクとのところに一緒に売ってたやつを買ってあげたのね。それであげたの。そしたらめっちゃ喜んでくれた。かわいいよだれかけやんって。よだれかけじゃないよ。かんきちくんかわいい、嬉しい。アマゾンで麦わら帽子の水色見つけたから買おうかな、ティフ用にって。マム、麦わらの帽子のトミー、しじみーちゃん。揺れたマリーゴールドに似てる。あれは空が、私もトイレにスマホ置いてきたから首から下げるようになったって。いやー、危ないね、本当に。いや、でもね、いや、あるあるだよね、本当ね。置いてきちゃうのね。ほんとすぐ騙されそう、心配やって。いや、でも、なんか最近は、なんか結構、なんか今ね、なんか、その、なんだろう。なんか私さ、就職の時期、就活の時期と、まあ、今、会社に入って、みたいな、っていう時期で、なんか急にね、急に、喋ったこともない、知人から、
なんかちょっと合わないみたいな感じで、女の子だよ、女の子なんだけど、来てなんか久しぶりに会わないみたいな来て、なんかちょっと勧誘なんじゃないかみたいなので、なんか怖くて、なんかいや本当にだって遊んだことないの、遊んだことない女の子なんだけど、なんかまあクラスもそんな一緒になったことなくて、まあでも同じ学校だったから知ってはいるみたいな。そういう、なんだろう、あの何なんだろう、ちょっと勧誘なのかなみたいな感じの思っちゃうよ最近。本当にもうアミワールドの世界だねってアミちゃんは詐欺にあっても気づいてない可能性が気づいてないかな、いやわかんない、詐欺にも会ったことないと思う。この前のあの200円ぐらいでもね、あれはねわかんない、でも本当に詐欺なのかわかんないしね。アミちゃんは純粋なんだねって、純粋なのかな、いや純粋ではない、いやわかんない、どうなんだろう。でもちゃんと何そういうなんかどこからこれは法に触れるとかわかるよ。 SFPK ちゃんチラッとありがとう。ずんだ餅うまいよねって、そうずんだ餅おいしいよね。うちのおばあちゃんはお味噌汁をおみよつけって言います。え、どこの地方？ SFPK ちゃんキラキラ光る SFPK ちゃん、うん、ありがとう流れ星。うぐいすあんの団子とかって、うぐいすあんの団子何それ。水色の麦わら帽子見つけてねって、わかった、もうティフ出れるよ、頑張るねしじみーちゃん。それはマルチ商法確定やでって、え、やっぱそうなんかな。リアイちゃん、アミちゃんズになった、ありがとう。いや、その前にアミちゃんティフに出れるかわからん頑張ります、出れるように。関野くんこんばんは。それは勧誘だねって、勧誘かな。正法レディとかシステム的にマルチ商法だからねって、いやそうなんよ。なんかその大学 3,4 年のさ、就活する時期になんか就活セミナーみたいな結構詐欺が多くて、そうなんかあなたにぴったりの職業を見つけますみたいな結構詐欺多くて、なんか私もさ、なんかさ、なんだろう、そういうのなんかそうなんだ、でも別に焦ってなかったし、なんか就活ちょっとなんか違うとこも受けてみようかなと思って、なんかそういうとこ行ってみようかなって思ったんだけど、でもなんかその行った人たちがなんかそのなんだろう、本当に大丈夫ってぐらい人格が変わっちゃってて、なんか怖くてやめた。ベルボーくんこんばんは。この壺を買うと幸せになれますよって、いやでもなんか私占いとか、占いめっちゃ好きだから、多分占い師さんにこの数珠を買ったらね、もっと運勢が良くなりますよとか言われたら多分買っちゃうと思う。こんな子奥さんになってくれんかなって、小林純嘘、いい要素あった今のお話ベルボーくん2回目ありがとうね。そう、本当にだからみんな気をつけようね、本当。周りにアムウェイの人がいなくてよかったねって、アムウェイの人そうね、でもなんか なんだろう、なんかまあそもそもともなんかコロナ禍の時に入学式がそもそもなくて、でだからコロナ禍の時に入学したから入学式がないから、なんか友達とかもあんまできなくて、でなんかそもそも大学に友達が全然いなかったから、だからこそそのなんだろう勧誘とかされる友達もすらいないみたいな感じだったから、まあ大丈夫だった。就活してたんだねって、そうだよ、いい子すぎてさって嬉しい。急にアカウント消えちゃったのね、ベルボー君。
おじさんは若い頃にそんなのいろいろあったよ、喋ってる時の目線もちょっといっちゃってるから気をつけてって。そうなのか、分かった、気をつける。本当に怖いね。いやでもなんかその前まで結構なんかその何なんか私ピーリングによく行くの。ピーリングに結構最近はちょっとあんま行けてないんだけど、月1くらいでなんか毛穴洗浄みたいな、ピーリング肌綺麗になります、なるようにね、ピーリングに通ってんので、それでなんか肌年齢診断みたいなやつ、こうやって機械こうやって照らされて、あなたの肌年齢は27歳ですみたいな言われて、でなんかその、まあ、実年齢よりもちょっと高いですねみたいな、でこの化粧水とこの乳液を使えば、ね、実年齢よりも若返りますよみたいな言われて、なんかあじゃあみたいな感じでなんか結構買わされちゃってたの。じゃあ買いますみたいな感じでね、なんか結構前まではなんか断れなくてなんか買っちゃってたんだけど、でも最近はそういうのがあってもちゃんといや大丈夫ですと言えるようになった。そうこの前もなんかそう定期契約みたいなやつをすればちょっといくら安くなりますよみたいなやつも断れるようになったベルボーくんたい焼きありがとう。うぐいすあんって青エンドウを茹でてすりつぶしたやつ、砂糖と蜜で味付けしたやつって。うぐいすあん、いやそうなんだ、え美味しそうだね。20歳超えるとアムウェイの話来るよねって。え来る来る、皮膚を溶かすだけだから良くないよピーリングって。えそうなん、良くないの。今は18歳から来るよねマルチって。あそうなんだ、わかんない、私はでも20歳ぐらいだった気がする。ワイなんか20歳のタイミングでセールス女に婚約指輪買わされそうになったよって。え怖い、何それ、どういうことどういうこと。初訪問の方もこんにちはこんばんは、来てくれてありがとうございます。なんかすごいさ、なんか今日めっちゃなんかこんな夜中にさ変な話になっちゃってごめんなんだけど、和夫1号さんこんばんは。未成年は契約できないのよって。あそうなんだ、ねえ、いやでもあったな、なんかそういうの多いよね、これを契約して紹介した人にも利益があるみたいなやつだよね。本当にそういうの多いからね、本当気をつけましょうねみんな。ズームズームさん、ザワピさんこんにちは、来てくれてありがとうございます。こんばんは。中堅豆子さんもこんばんは。ってことで、まあ1時間くらい経ったので、そろそろお絵かきタイムに行ってもいいでしょうか。ダイヤモンドは鉱物資源だから値下がりすることはないとかうんたらかんたらって。なるほどね、いやいやいや怖いね本当。来たばかりっておおパチパチっていいですか。リリーちゃんアミちゃん大喜利大喜利ではないけど、お絵かきタイム、私の描いた絵を何の絵か当ててもらうっていうコーナーになります。セヨちゃんたい焼きありがとう。桃味のアイスの実って、アイスの実もうなくなっちゃったね。雪見大福ならあるよ家に。良い子はお眠の時間ですって。まだ寝るのはまだ早いよ、だって今日は土曜日、明日は日曜日だからかね。今日の夜はもうめっちゃてか、お昼まで起きないつもりなので起こさないでくださいみんな。
私12時ぐらいに起きるから、明日とか今日か。洗濯機洗濯機はもう書いたんだ。生写真サイン獲得頑張るぞ雪見大福1個ちょうだいって。雪見大福ね、なんかその、なんだろう、1個食べても、1個さ、こっち側食べてもさ、もう1個残しとくっていうのができるじゃん。それが素晴らしいよね、ほんと。ちびまる子ちゃん早いよ、しばらく来てないうちに締めるネタ増えたのねって。あ、そうなの、小葉純、私がお絵描きして、それを何の絵か当てていただいてっていうコーナーをして、一曲歌って、壇上を読み、表彰状を渡して、で、じゃんけんして終わります。みんな、あみちゃん大喜利始まるよ、夕方まで起こさないでねって。夕方まで日曜日仕事の人って。SFPK ちゃん頑張ってね、お仕事なの？ LINE で起こすねって。いや、 LINE 見れないよ今、なんか最適化で、なんとかの最適化で。純金は地球上にプール1杯分しかないから、ずっと値上がりし続けるんだよって。え、そうなの？そうなんだ。 SK コーヒーちゃんまだ早いよ、じゃんけんはまだ早いですよ。キラボシ、イロボシ、ありがとうね、ほんと。ヨロさん、こんにちは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。高本亜美です。毎日ぬいぐるみと一緒に配信してます。よかったら覚えてください。アミちゃんかわいい、嬉しい、リアイちゃんこんばん、アミちゃん。ゆうくん、ゆうくんこんばんは、ありがとう来てくれて。アミちゃんの頭皮を見守る配信、やばいやばい、頭皮見えてた、恥ずかしい。ってことで書いていきたいと思います。こんな感じかな。 OK、 かっこかわいい、あみちゃん嬉しい テロップ書いた何の絵でしょうか、コーナーいきます。第1問、じゃらん、これは何の絵でしょうか。じゃーん、これは何の絵でしょう。キユタン、キユタンこんばんは、来てくれてありがとうございます。のっぽさん、のっぽさんのっぽさん違います。あーってリリーちゃん分かった、かかし、かかしじゃないです。アミパパ、アミパパアミパパではないです。ルイージーではないんだよな、のっぽさんじゃないよ、かかしじゃないよ、宇宙人じゃないよ、ゾンビになったマリオゾンビにならないかったらいいんだけどね。ワリオじゃないんですね。畑かかし、できるのかな、のっぽさん知らないって。できるかなののっぽさん。え、知らない。何それ。
カールおじさん、カールおじさん、マリオ、そう正解、かがりちゃん正解です。ジョーカーじゃないよ、ポバイ、ポがつくって、ポはつかないよ。ハロウィンのモンスター、ボクシング強そう。正解が出ました。マリオ似てない、めっちゃスリムやん正解はマリオでした。イエーイ、かがりちゃんすごい指名手配犯リアルマリオ1問目から激ムズやん嘘でしょ、ブーブーって。マリオでした、どう見てもマリオでしょこれは。ねえ、次の問題いきますよ。どうしようかな。お、待って、わかった。オッケーオッケー。これ書くわ。ひげ書いてよって。ひげ書いてるって。ひげ書いてあるって。これ、これがひげ。今日は調子がいい？第2問、のっぽさん検索したら正解に したくなるわって。本当？のっぽさんね、ちょっと待って、あーまあ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 、確かに分からんくもない、わからんくもないわ。体調不良の唇にしか見えん嘘だ、どう見てもさマリオじゃんこれは。ってことで第2問いきたいと思います。ちょっとさ、私あんまり見たことないからさ、わかんないんだけど、こんな感じかな。体調不良の唇やばい。いきます。これは何の絵でしょうか。第2問。チャラン。いきます。シンキングタイムスタート。ピーチ姫絶対違うやん、ピーチ姫は。えー、ってお、かがりちゃん正解。シジミーちゃん難易度高い。トナカイ、オラフ、ルフィとか言わんよねルフィじゃないよ、崖から転落したおじさん人々の実を食べたトナカイ惜しいな、ゆたかくん。マリオ2号、マリオ2号じゃないよ。イエーイって、かがりちゃんすごい。砂ふきんじゃないんだよね、ちょっと似てるね、確かにね。やっぱ今日は調子いいって正解はチョッパーでした。ワンピースのチョッパーです。嬉しくねえぞこの野郎、嬉しくねえぞ、嬉しくねえぞこの野郎。2問目も激ムズやん
ということでありがとうございました。何の絵でしょうコーナーありがとうございます。毎日やってるのでね、ぜひぜひ私の絵を見に来てくださいね。私はちょっと絵が上手な得意なのでね、特技は絵です。声似てる、嘘、声似てる、天才みちゃん、ゆたかくん天才みちゃん、嬉しい、天才かな。よいしょ、ちょっと今日はいつもよりも答えがめちゃめちゃ、正解がめちゃめちゃ早く出たので、え、終わりって。終わるよ、モノマネ衝撃って、アミチョッパー。かがりちゃん、たい焼きありがとう。バベルの塔に出てくるとんがり帽子の主人公に見えたって、似てた、帽子から枝なんやけどなって。帽子から枝生えてたよ、可愛いって言われても嬉しくねえぞこの野郎。うちも弱虫ペダルの牧島先生の声真似できるって、聞きたい。ということでね、今日もね、本当に配信ありがとうございます。来てくれて、この夜更かし配信になっちゃったんですけど、みんなありがとうね。寝る前にね見てくれて、みんながねいい睡眠ができるような歌をみんなにお届けできればなと思っております。ピーチ姫はボケ、チョッパーは秒で分かった、嬉しい。トナカイの角には見えんかった。嘘、ほんと見えなかった。ノールックで書くとね、ほんとに歌はやばいんですけど、結構ね、見ながら書くとね、割とね上手に書けるのでね、なんかもしこの絵を描いてほしいとかね、リクエストがあったらいつでも言ってくださいね。頭から枝が生えてるかと思ったって。やっと子守唄の時間かって、子守唄の時間になりました。ちなみにアナゴさんの声優さんはドラゴンボール Z に出てきたセルの声もやってるおって、すごいね、めっちゃすごいな。ハムか光かって、さあさあ何の曲でしょうか。なになになに、マシュマロマン、マシュマロマン、ちょっと待って、トラテツちゃんこれなんて読むの、竹本ちゃんマシュマロマン、ちょっとマシュマロマンがわかんない。 AKB 三昧さん、天さんみちゃんありがとう。ちょっと調べるね、マシュマロマン、マーシュマーロマン、はい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 、かわいいね。何これ、これ何なの、ゴーストバスターズ、かわいい。いつの間にかやってたのか。 AKB 三昧さんありがとう、来てくれて。ゴーストバスターズに出てくるやつってかわいいね、これ。
今日は携帯がバグってる中、携帯本当になんかバグってるっていうか容量がいっぱいすぎて、あのバグってて本当に焦ってたんだけど、みんながいろいろ教えてくれて本当にありがとう。あの容量増やすかパソコンに移すかこれからやりたいと思います。だからなんかね、もしね、なんかもっとね、あの容量、写真がいっぱいすぎてさ、なんかストレージがいっぱいですって出てくるの。だからこうした方がいいよとか、もしね体験談とかなんかアドバイスとかがあったら、ぜひぜひ何でも送ってほしい。本当にマジで、でも本当助かるから、本当に何でも送ってほしいですってことで、こんばんみちゃん、コーチンこんばんは、ケンティこんばんは、はしびらいのすけ、はしびらいのすけっていうのは、キャラクターじゃなくて、ちょっと後で調べ、ちょっと待って、もうちょっとしたら調べます。マシュマロマンのリクエストありがとうございます。書けました。上手？橋平伊之助。はい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 、これね、鬼滅ね。イノシシのやつね、鬼滅のね。ミシェランじゃないよって。ケンティこんばんは、ストレージいっぱいになるとアップデートできないし、リンゴループリンゴループするよって。いや本当にだから共有アルバムしかないって言って、共有アルバムね1個作ったんよ。懐かしいな、マシュマロマン、可愛い方のマシュマロマン。月額かかるけど iCloud 便利よって。 iCloud 便利、上手、拍手。共有アルバムに写した画像はゴミ箱からも消さないとストレージ増えないからねって。わかった、ありがとう。てか、いや本当にさ、でもなんか携帯会社の人とかそう考えたら絶対大変だろうなと思う。私みたいなわかんない人が、あのね、私は別にさ、わかんないからってさ、なんかね、ドコモショップとかに行ってさ、別になんか言いに行ったりしないけどさ、別にね。でも多分そういう人もいるんやろうなと思って、絶対大変だよね。やばい、ちょっとあんまうまく書けなかったかもしれない。奇跡のコラボマシュマロマンと、はしびらいのすけ、バルタン星人じゃないって、いのすけさんですよ。上手、嬉しい。共有アルバムに写し、うん、あ、そっか、読んだ、ここ。共有アルバムに名前をつければ何個でもつければいいよって。わかった。なんか一回ね、高校生までのやつで作ったんだ。 iCloud に保存しておけば機種変した時とか便利よって。なるほど、
iCloud は確かにまだ容量残ってる気がする。前にアップデートできなくなって PC でデータ補修してアップデートしたわって。本当？バルタン星人じゃないよ。今日なみちゃん若者言葉多めで可愛い。むちゃんむちゃん起きてたの？伊之助わお。そう、今日若者言葉多めだった。ダキちゃんはで、ダキちゃん、何ダキちゃんって、調べるわ。ダキちゃん、ダキちゃん、うん、鬼滅にこんな子いたっけ、むずてかむず書くのむず、ちょっと待って。あのさ、竹くわえてる子じゃなくて、竹くわえてない時のやつ。私鬼滅あんま分かんない、鬼滅映画見たんだけどさ、なんかよく分かんなかったんだよね。なんかいや面白かったんだけど、めっちゃ。さすがあみちゃん、ハマっ子だからって。ハマっ子？ハマっ子だから何？皆様100嫌い星ありがとうございます。敵キャラよ。で敵キャラ？それねずこ。ねずこか。ねずこめっちゃ可愛いよね。ねずこめっちゃ可愛くない？あの竹くわえてるやつ、竹くわえてる子めっちゃ可愛い。むずいよそれはってね。むずいな。白金ちゃん、こ天才あみちゃんありがとう。アマロジさんがめっちゃ好きって。アマロジさん、ちょっとわかんないな。みんな鬼滅好きなの？鬼滅アミちゃん髪の毛ピンクにしたら、あアマロジさんに似てないって。アマロジさん、嘘、本当？私髪の毛ピンクにしたら似てる？これダキちゃん、ダキちゃんの顔。アナゴさんうまかったからワンちゃんいけるかと思って。はい、カンロジ、あカンロジって読むんだ、好きよって。全く知らん鬼滅の刃。でも私ね映画見たの。映画はめっちゃ、映画めっちゃ面白かったよ。でも私さ、あの映画、そうでも映画ね、映画めっちゃ面白かったんだけど、めっちゃ前すぎるけどね、結構前に見た。流行ったもんね一時期ね。すごいよね本当に。待って、高本亜美さんフォローありがとうございます。高本亜美さんありがとう。雰囲気伝わった。誰って、ダキちゃんだって。高本亜美、高本亜美さんありがとうね。しゅんちゃんこんばんは。さすがうまいじゃん。ほんと、かんどじさんのコスプレしてって。コスプレ売ってるの？ちょっと売ってるならいいけどさ。うん、初見だよ、しばくでって。初見、高本亜美さんありがとね、来てくれて。初見じゃなさそうだけどね。亜美ちゃんの心 の, に の,
には燃えなかったかって。まあね、でもなんか私あんまりさ、なんかそういう、なんだろう、戦いもの見ないからさ、そう、なんかいい刺激になりました。キラ星、色星ありがとう。ねえ、ほんとね。いつ、待って、子守歌何にしようかなと思って、コスプレあったら着てくれるんだね、約束だよって。オッケーオッケー、全然全然いいんだけど、全然いいんだけど。それはケイさん、ケイさんこんばんは。これにしよう、これにします。マナトくんこんばんは。マナトくん来てくれてありがとう。ということで最後の子守歌に行きたいと思います。みんながいい夢見れますようにっていう思いを込めて歌います。聞いてください。多分これ寝れると思うよ。あ、マナトくんハートありがとう。夢は密かに。 SK コーヒーちゃん大丈夫か、熱の中来てくれてありがとうね。アミちゃんの声ならアカペラでもいいなって。いつか必ず出会う私の光、愛を信じてる。おやすみーってありがとう。しじみーちゃん、キラキラ光るしじみーちゃん星ありがとう。電話の保留音みたいって。確かになんかさ、電話のさ、少々お待ちくださいねって言われてからのさ、あの電話の BGM すごいところあるよね、たまに。パチパチありがとう、ありがとう。キラ星ありがとう。ケイさん、ゆうくんこんばんは。なんて素晴らしい子守歌なんだ、最高すぎる、嬉しい。目覚ましアラームにしたい、寝ちゃうよ。タグ JP ちゃんこんばんは。毎日聞きたい、嬉しい。この星のどこか同じ夢を心に描いて永遠を待つよ。涙触れても勇気が導き、いつか必ず出会う私の光、愛を信じてる。みんな寝ちゃったかな。ってことで、はい、終わりますよ。みんなありがとうございます。あ、しじみーちゃん起きてた、ありがとう。ってことで、ここにかけてたから今日はこの子。スクショタイムお願いします。スクショタイム用意した、スクショタイムして、終わるよ。やばい、最高すぎる、嬉しい、拍手。そんなありがとう、いっぱい拍手してくれて。スクショタイム用意スタート。待って、夜はまだまだこれからとか言ってんだけど、かがりちゃん、おやすみなさいって、じゃんけんしてから寝てね、ぜひ。最後じゃんけんあるから。オッケー。ってことで壇上読ませていただきます。ライブランキング本日13位パパパちゃん、12位まさのりベイビー、11位リリーちゃん、10位 SFPK ちゃん、
9位うなぎまんちゃん、8位竹本ちゃん、7位アマビエちゃん、6位ヒラリーヌちゃん、5位カズッセン、4位セイオーちゃん、3位 SK コーヒーちゃん、2位シジミーちゃん、1位カンキチくん。じゃーんじゃーんじゃじゃーんじゃーんじゃ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 んじゃんじゃーん。かんきちくん殿、あなたは高本亜美ちゃんのショールーム配信で優秀な成績を残したことをここに称します。2024年6月16日ありがとうありがとう。今日の頭文字は何ですかってどういうこと今日の頭文字はありません。カズくんこんばんは。はいってリリーちゃんありがとう。ユウくんハートありがとう。シジミーちゃんはい。セオちゃんはい。今日も超絶可愛かったよ。お疲れ様でした。よく眠れそうです。嬉しい。4時5時に日が昇ってから寝る、そして12時ぐらいに起きる、これが最高って。まあそれはそう、それはそう。でも私もそうなりそうだな本当。パチパチありがとう。チョキ早いよ、いきます。パー早い早い。拍手ありがとうね。パチパチありがとう。ってことでじゃんけんしております。じゃんけんを出す準備はいいですか。じゃんけん出す準備はいいですか。いきます。待って、負けた早い早い、いくよ。いきまーす。高本亜美ちゃん、じゃんけん、じゃんけん、せーの、パーパーでしたパーでしたー宇宙人だちゃんありがとう。天才あみちゃん今日も可愛い配信ありがとうございます。またね、ありがとう。人生負けた、あいこ負けた負けた。お勝った方も負けたよって方もね、明日も一日、明日的な今日も一日頑張りましょう。またね、おやすみ。明日はちょっとオフだから、あの早め時間に起きたらおはようってあの送るね、みんなに起きたよって。で何時から配信するよって送ります。おやすみ、おやすみなさい。西洋ちゃんおやすみ、しゅんちゃんおやすみ、トラテツちゃんもおやすみ。ありがとう、イノスケありがとうございます。あ、そうじゃん、これもね、ぜひよかったらスクショしてね。またね、おやすみなさーい。おやすみ、明日的な今日ね、いっぱい寝ようと。おやすみ。